ではここから降りていきましょう。あ、この電車から乗るとき降りるときはこのトークンという切符代わりですね。これ回収されるからゴミにならなくてね、いいですよね。ね、結構分厚いのでちゃんとポケットに入れとけば大丈夫だと思います。トークン、ね、もしくはパスモ的なねタッチアンゴーっていうね、カードもチャージできるカードもあるんですけど、橋を渡ってます。渡ってますね。そう、太鼓橋ですね。で、これがかっこいいね。そしてこれが川なんですけど、こっちの川ね、濁ってるんですよ。濁ってるんですよ、こうやって。で、そもそもクアラルンプールっていうのが濁った川が交わるところって言うらしいですね。そのちょうど交わるところっていうのがあるので、そこ、あのアートしてあるね、あれに、ほら、あそこの建物の壁にアートしてあるじゃない、その先がね、交わってるんだと思います。そこをクアラルンプールと呼んでる。今、川沿いを歩いてきてるんですけど、こんな素敵なスルタンアドドゥル。外させてもらっていますが、人もいないし、ね、暑いですよ。結構涼しい時が続いてたんですけど、今日は結構やられてますね。今ちょうどね11時半だから一番暑い時かもね。日陰入るとね、ひんやりして一緒。日差しがやっぱり強い。日差し浴びるともう一気に暑いですね。はい、あ、クアラルンプールが近づいてきたようです。はい、着きました。クアラルンプールです。これですね、まさに交わるところ。はい、何川、はい、ゴンバック川が左。はい、ね、こっちがゴンバック川で、一方がラッカテランカです。はい、で、クアラルンプールね、そうそうそう、なんかね、ほら、ここにクアラルンプールって書いてあって、この後ろに出てるのがソフリッとジャメネタに入れなかったやつ。来ました。これが通った側が交わるところっていうことですね。そしてここにやって、壁画ね、あ、そこがセントラルマーケットだ。水色のセントラルマーケットですね。それがね、お土産物屋さんとかね、があるところです。ヨーロッパの人かな、英語でね、説明してくれてね。そうそう、この方たちはこのレンジも売ってたけど、サイクリングでツアーをやってるみたいですね。こっちあんまりね、テンション見ないんだよね。
でもこのサイクリングさ、普通の自転車だね。電動自転車じゃないね。結構大変だね。いいですね、自転車で。自転車いいね、確かに。ライブしてるなと。マーケットに来ました。水路入れるかな、入れますか。ここが入り口でした。こっちが川ですね。こっちここまで、ね、似顔絵屋さんが立ち並んでてね、いかにもか地区なんですね。セントラルマーケットアネックス。石鹸ってね、日本語で書いてありますね。あとは、まあこういうね、そうだね、ナマコ石鹸といえばだね、 T シャツ屋さんとか、まあありがちなお土産物屋さん。これ綺麗だね。この綺麗だ。こんにちは。こんにちは。なにこれ、これ YouTube ビデオ。ビデオ、Yes。なんでやねすごい。あ、Thank you. Okay. ビデオ OK? Can I movie OK? Thank you. Oh, yes. Okay. Roaming. Hand? Oh. Okay. Thank you. Then, pretty.みんな陽気で手を取っても良さそうでした。招き猫いますね。すごいね、冷房も効いてて快適ね。なんか水晶のお店があります。で、奥の方にね、所狭しと、あ、石がね、あったりしますね。なんか素敵な化粧品かな。素敵だね。こういうなんか麺と石が美しそうでいいですね。こういうあのバリ島っぽい加工の、これがバティックか。バティックっていう独特の布。どうですか、ピンキアロコシャツ。バティックのアロコシャツ。あ、インドネシアなイメージだな、これ。ねえ、これまででもついてるかな。そうね。ねえ、美しいと思う。シルバーのお店なんだね。じゃあ、まあ、2階に行ってみましょうか。2階がフードコートなんで。はい。ここはどこでも階段みたいですね。階段も可愛いよ。あ、そう？エレベーター。あ、エレベーターあったね。エスカレーターって。ここのフードコートです。はい、多少やってんね。多少やってるので行ってみますか。ここに行ってんじゃない。コートは12時でガラス着です。でもね、あの、お店の人基本的に座ってるか休んでるんだけど、見に行くとすっと立って説明してくれるから、ちょっと見てるだけって、ね、悪いなみたいな感じになっちゃいましたが、そしてそれぞれのところで買ったら、この中央レジでお金を払うというシステムですね。結構ね、広いので、あの、注文したものがね、出来上がったらどうやって呼んでくれるのかなと思ったら、ベルと、あの、なんかできたよみたいな声で呼んでました。で、多分うちだと思ってね、行ったんですけど、混んでたらね、目の前で待ってた方が良さそうですね。誰を呼んでるのかよくわからない。Yeah, thank you. Thank you.
はい、ではですね、ナシレマアヤム、アヤムが鶏肉なんですけど、鶏のフライかながついたナシレマ、見てください、このキュウリデカ、ね、ナシレマで、こちらが、おばちゃんのおすすめの、これも鶏ですね、鶏のヌードルですね、まあ、ラーメンみたいな感じですかね、いただきたいと思います。ナシレマですけど、ピーナッツね、から入りしたのと、魚もついてるかな、カリカリの魚と、これ全部混ぜるとね、美味しいんだよね。混ぜるかなって。貯金も混ぜるんじゃない？スーツの人もいるの？いける？このソースはすごい辛いのは、その通りなんですけど、とても美味しいです。なんかこういうフードコートって、結構日本だと落差が嬉しいけど、基本なんかナシレマ頼んじゃって間違いない的なね。ナシレマどこも美味しいよね。逆にさ、高級ナシレマはもっと美味しいとかあるのかな。結構辛い。じゃあちょっと辛くないところから行ってみようかな。小魚も入ってたりするんですね。いただきます。おいしい。このね、ナッツのピーナッツの香ばしくいってある感じが最高に美味しいね。ご飯に、そのパラパラのご飯によく合う。でご飯は基本タイ米みたいなんですけど、それをさらにね、調べたところによると水がね、すごい硬い硬水だそうなんですよ。硬水で潮流米炊くとよりパラパラになると。日本のお米は日本の丸いお米を軟水で炊くからもっちりすると、そういう違いがあるみたいで、やっぱりこっちのねご飯はねパラパラが美味しいね。辛いの苦手な人はこれでサンバルね、サンバルで調整できるから、みんな食べれると思う。こっちは日本人に合うと思います。今ご飯食べながら飲み物は頼んでないんですけど、大概なんか甘いフルーツのジュースとか、あとはコーヒーか紅茶の甘いやつのアイスを飲みながら食べるっていうのが割とスタンダードみたいですね。みんな冷たいものを飲んでますね。ちょっとね、甘くて冷たいものは別で取ろうと思って水で。そう、甘いの好きなんだよね。でほら、で昼にも食べてデザートにもなるとちょっと多いので、我々はこういう時は水で過ごそうかなと思って、まあね、ペットボトルの水かそういうもので、あ、全然、ね、持ち込み的な考え方はなさそうなので、持ってきたペットボトルとかね、よそで買ったジュースとかね、普通に食べてる人、置いてる人もいたから、この辺は気楽に何もそこで買わなくてもね。で量も多いから飲みきれないこともあるので、なんかコンビニとかで蓋のできるドリンクを持ってきて飲んでもいいかもしれないです。セントラルマーケットのお手洗いなんですが、ここで有料でした。で結構ね、綺麗っぽく作ってあるんですけど、結構古式の古い感じのタイプで、綺麗っちゃ綺麗なんですけど、トイレットペーパーもね、お金払って入るところでもらえるんですけど、ちょっとしかもらえないんでね、その辺考えて行った方がいいかもしれません。ただ外歩きをねするのは、後する方は行っておいた方がいいかなって感じですね。今から、チャイナタウンに向かうと思うんですが、あの辺りが今、セントラルマーケットちょっと入ったところですね。すぐそこです。ただ歩いてきて壁画がねありますね。そしてこっちを見ると中華街の門が見えます。日本の中華街もね同じですけど、横浜の中華街門がねあるんですよ。これ分かりやすいですね。あそこからマスク入ったところが、ね、あそこからマスクが入るとここはね、中華街になってますね。もうすでに中華っぽい感じになってきてますね。あ、紐屋さん、気になる、こういうの。
あ、これはあれですね、あの手芸屋さんですね。ご飯作ってます。あれだ、中華街の方が見えてきた。中華街の入り口、今日はどう、これ亀ゼリーのお店です。ベタリン通り、ジャランガ通りですね、ストリートですね。ここがね、中華街になってます。ベタリン通り、ジャラン、はい、そうそうそう、で駅がここだと、あとで駅はここですね、セントラルマーケットから、はい、こう来て、ここです。もうね、この間ね、歩いて5分だね、5分ぐらいです。では、すごいね、こうスーツケースが入ってる。これね、近すぎて取れないけど、下に来すぎた。これが門です。はい、門です。はい、あ、ここの屋根があるんだ。ほら、屋根がある。我打你啊，老五，老七陪俺家，俺姑姑，一到七个月，好嘛，一到，OK OK OK， 走，走，走，我打你啊，是吧？トーパーです。熱々をおじちゃんが入れてくれて、ブラウンシュガー入れた黒糖かけてくれました。もうね、豆腐、これブラウンシュガーなしにしたらすくい豆腐で美味しいかも。台湾の方が豆乳が濃いのかな、ちょっと薄い感じがする。台湾で食べてめちゃくちゃね、ハマったんですけど、こっちでね、豆乳飲んでるんですけど、スーパーで買って。それも結構薄いんですよね。なんか、豆乳大好き、人間はどうですか？欲しいね。熱々。ね、なんかすごいお豆腐だよね。冷たいのイメージしてたから。高いね。冷たいのかな？冷たい。そこの緑の方が立ってるところだね。ここが今一瞬すっごい列になったんだけど、ラカンカとラカンカとリュウガンって書いてあって、なんかまあ冷たいドリンク、冷たいのも温かいのもあるって書いてあるけど。なんか体に良さそうな真っ黒いドリンクをみんな買ってますね。気になるね。この中華街はですね、アーケードになっていて、なんか日本のね、商店街のアーケードの商店街みたいな雰囲気なんですけど、ここちょっとね、で斜め向かいで、石焼き、これ石焼きの栗を、ここね栗をね、石でこう焼いてです、天使甘栗みたいな、それでね、すごい香ばしい香りが漂ってますね。天津山栗焼いてる。すごいピカピカのホームでした、駅でした。